100% 新社会 100% 新社会 100% 新社会。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつもご視聴いただきありがとうございます。 100% 新車感、酒々井成田空港店の山田です。今回ご紹介させていただきますお車はこちら、トヨタのアルファードでございます。いつもとちょっと撮影場所が店内となっておりまして、ちょっと違うんですけど、今回その理由としまして、今回アルファードのですね、システムの、面白い変更できることがありますので、そちらのご説明をさせていただければと思います。またですね、今このアルファードに入っているつけているナビゲーションがサイバーナビというナビゲーションなんですけど、このナビゲーションでも面白い設定がございますので、こちらのご説明もできればなと思っております。では早速アルファードのシステムでですね、ちょっと私が面白いなって思ったのをちょっとご説明させていただきたいと思います。ちょっとすいません、私は中に入らせていただきます。ちょっと一番最初にですね、ここ見れますかね、ここのそうメーターのところなんですけど、ここをちょっと見ていただければと思います。これがですね、設定システムの部分、こういういろんなボタンがあるんですけど、その中の一つ、この歯車のマークをちょっと決定していただきますと、すいません、押していただいて、下の方にですね、この車両設定っていうのがあるんですけど、この車両設定の2番目、このマークだけのところを押していただきますと、ブザー音っていうのがございまして、このブザー音っていうのがですね、3種類 ABC とあります。でこのブザー音、まず A ですね、何の音楽かっていうのをちょっとこれからですね、やらせていただきます。何のブザーかと言いますと、2列目のですね、スライドドアの音でございます。でこちら今ブザー音 A の音でございます。もう一回いきます。このピーって音がブザー音 A となっておりまして、続きまして、同じくブザー音 B ですねの方を設定をし直しして流してみたいと思います。ではいきます。音ちょっと変わったの分かりますかね。もう一回今度は閉めます。ちょっとプーポンポンプーちょっとその中間あたりの音だと思うんですけど、そういった音がちょっと綺麗な音ですねが流れます。で3番目、この3番目がですね、私の中で一番好きな音なんですけど、いきます。ピロリロリンって音が鳴るんですね。この音が私の中でちょっと好きな音なんですけど、閉まるときはもうピコンピコンっていう風に音鳴りながら閉まる、この3種類ございます。この好きな音を設定を自分でできますので、ちょっと知らなかったっていう方はぜひぜひ自分の好きな音を、ブザー音ですね、設定していただければと思います。じゃあちょっとそれと、これが、私の中で今回説明させていただきたかった、自分でカスタマイズができるブザー音の設定の仕方ですね、でした。で続きましてはナビゲーションの方で、私の方でお勧めさせていただきたいものがございますので、カメラマンさんすいませんが、助手席の方にお願いします。ですね、こちらサイバーナビの10インチがついております。今回説明させていただきたいのが、ここのナビの下の部分のタッチできる部分ですね、ここの部分をちょっと色を設定ができますので、その説明をさせていただきたいと思います。一番最初のページですね、ホームページがございまして、ここからこの本体設定をしていただきます。でその後にですね、この
設定、システム設定のボタンを押していただいて、下の方まで行きますと、イルミネーションカラーというのがあります。これをですね、押していただきますと、いろんな色がございまして、例えばこのレインボーを押していただくと、ここがですね、レインボーですね、もう虹色に変わります。で、あとここら辺にですね、ない色も設定することができるようになっておりまして、ここの矢印をチチチチと移動すると、ここが変更になって、またさらにここを下の部分ですね、変えさせていただくと、明るさが、よいしょ、こういう風に変わっていきます。なので、自分の気分によって変えることもできますので、このようにちょっと変えていただければと思います。私のおすすめはレインボーですね。なかなか派手かと思うんですけど、私の中でこれはブームが来て、一時期私のナビもトコと乗ってるんですけど、トコとにサイバーナビつけさせていただきまして、レインボーで毎日通勤しておりました。ではそれ以外にですね、もう一つ面白いものがございまして、このオープニング画像設定っていうのがございます。これを押していただきますと、もうすでに SD カード入っているんですけど、その SD カードに保存されている画像がですね、このオープニングエンジンをつけた時に、出てくる画面にすることができるんです。で、今ちょっと SD カードの読み込みが終わっておりますので、ここからちょっといろいろ選択できまして、今回専用でアルファードを入れさせていただきました。このように選択していただきますと、こうちょっと別枠に新しいのが出て、あとは決定をしていただきます。で、これが設定が完了をすると、一回エンジンを切らせていただきます。で、一回エンジン切りますね。で、もう一回これで付けさせていただきますと、ちょっとシステム、すいませんね、ちょっとお待ちください。あ、つけましたね。このようにオープニング画面として出ることができます。なので、ぜひぜひですね、このように自分の好きな画像をナビゲーションの一番最初のオープニング画面に設定していただければと思います。まあ、このように SD カードで変更したい場合ですね、 SD カードの入れ方や、そちらもちょっと今ご説明できさせていただきますね。このエジェクトというところを押していただいて、 SD カードのマークですね、押していただきますと、ここにですね、SD カードを差し込む場所がございますので、それで、このように取っていただいて、もしくは取り出しして、また入れて、このようにしていただけますと、SD カードが勝手に読み込みされますので、こんな感じになっております。ここの部分ですね、よろしければ自分の好きなものを SD カードに入れていただきまして、で、設定していただければと思います。今回ですね、私のおすすめポイント3つ、ブザー音と、ここのイルミネーションの部分と、あとはオープニング画面ですね、この3つ、ちょっと自分の好きなようにカスタマイズできる部分でございますので、ぜひぜひ自分専用のアルファード、他の車もできるようになる、このサイバーナビに関しましてはできますので、ぜひぜひお試しください。それではちょっと室内では狭いですので、外に出させていただきます。で、最後にですね、アルファードのこちらキャンペーンの紹介させていただきたいと思います。今回、ホームページのトップページにもございます、アルファード、すみません、うちの会社とカローツエリア共同開発のですね、特別限定車となっております。アルファードの場合ですね、先ほども見ていただきました10インチのサイバーナビ、後席モニターとバックカメラ、フロアマットと ETC、 こちら、ここのちょうどございますので、キャップですね、ここの部分のキャップがカローツエリア仕様になります。また座学センサーと言われる部分ですね、ところや、このスピーカーも変更させていただきます。通信モジュール、あとは3年後の買取保証やコーティング、ボディーコーティングとフロントガラスのコーティングがセットになった状態で、この超低金利 1.5%
を使うことによるよって、ここにですね一例としてございます 2.5 の SC パッケージ7人乗りでございますを買った場合、ここに小さく書いてあるんですけど、ボーナス、13万円を120回で割った場合、月々なんと26,500円。このボーナス払いに関しましては、自分で好きなように0円からいくらでもですねちょっとできるようになっておりますので、ご相談していただければと思います。それでは今回ですね、アルファードの、周りというよりはシステムのご紹介とナビゲーションのシステムの、ご説明をさせていただきました。もう他にもナビゲーションこういう時どうしたらいいのとか、使い方わからないよという方もいらっしゃれば、ちょっとご説明動画でさせていただきたいと思いますので、コメントいただければと思います。それでは本日ご視聴ありがとうございました。